すごいなこれ。ボリュームがね。いただきます。どうも、奈良コミの高と。おんちゃんです。おんちゃん、国分って知ってる？あ、知ってる。天理駅前にある広場やんな。そう、あの巨大なトランポリンがあったりとか、あとあの野外ステージがあったりとかする広場で、これがね、2017年に誕生してんけど、なんとそこにね、ママさん必見のカフェがあるんよ。それ知ってるわ、行ったことあるわ。あるんかい。うん、あのお手頃価格のビュッフェが楽しめてな。しかもキッズスペースとかもあって最高やったで。あ、そうそうそう、そちらのカフェな、モーニングもな、素材からこだわれてて美味しいらしいからな、食べに行こうと思うねん。いいね、行こう。って言っても僕も詳しくは分からへんから、どんなモーニングが楽しめるんか、どんなお店なんか調査しようと思うわ。でね、今実はもう天理駅目指して走ってるんよ。あの駐車場止めるんやんな。そうそう、あのお得なパーキング。ってことで早速行ってみたいと思いま す。ゆっくりしてってね。それあれやん。今回お伺いさせていただいたのは、奈良県天理市川原城町にあるパークサイドキッチンさん。早速店内へ入っていきたいと思います。店内に入るとショーケースにケーキがずらっと並んでおり、どれも美味しそうです。今回はモーニングを食べるということへレジへ。メニュー表があるので、そちらから先に注文しお支払いするスタイルです。円形の建物で自然光も入り、なんか気持ちが良い空間です。また清潔感がある店内で、テーブル席やソファー席があり、数人でも楽しむことができます。僕たちが座った場所は二人掛けの席で、アクリル板で区切られているので、一人でも落ち着いて楽しむことができます。またお子さん用の椅子であったり、キッズスペースも用意してくださっており、ママさんにとってもおすすめのお店です。まずおんちゃんが注文したのはこちら。ホットドッグはプレーンで、ドリンクは抹茶ラテを選択。長いソーセージにケチャップとマスタードがたっぷり入ったホットドッグで、ビジュアルからめっちゃ美味しそうです。ホットドッグのパンも選択でき、おんちゃんはコッペパンを選択していました。レタスもたっぷり入っていて、色合いも綺麗で、これは贅沢な朝食だ。しかもサラダもセットでついてくる。朝からこれだけ野菜を食べられるとか、めっちゃ幸せです。ドリンクは抹茶ラテ、しっかりと泡立ててくださっています。詳しい感想は後ほどおんちゃんから。僕が注文したのはこちら。ホットドッグはタルタルフィッシュに、ドリンクはアメリカンコーヒー。こちらもレタスがたっぷり入ったホットドッグで、僕はフランスパンを選択しました。それではいただきます。口を精一杯開けてホットドッグをかじる。うーん、うまい。程よい硬さのフランスパンにシャキッとしたレタス、そしてサクサクふわふわタルタルフィッシュ、最高すぎます。でも注意、なかなかのサイズ感で口が汚れちゃう。そんなん気にしてたら飽きまへんよ。タルタルソースもかかってますが、味が濃くないので朝からでも食べやすく、白身魚がめっちゃ美味しいです。次はアメリカンコーヒーをいただきます。ああ、うまいやん。ブラックでいただきましたが、驚いたのが苦味が少ない、後味も残らない、ほのかな風味とコクが喉の奥で伝わる感じ、飲みやすくて美味しいです。もちろんお好みでフレッシュや砂糖も入れることができます。ゆっくりとモーニングを楽しみ、最後はセルフで食器を片付ける。返却口へ案内を見ながら片付けて、最高の朝食、ごちそうさまでした。奈良コミ。はい、てなわけでパークサイドキッチンさんの方で美味しいモーニングいただいたんですけども、うまかったですね。絶品ということでね、まずこちらの店なんですけども、天理駅のね、目の前にあるお店で、古墳とかね、ちょっと子供らのね、遊び場みたいなところがね、天理駅の目の前にあるんですけども、その敷地内にあるお店になってます。で、今回はね、モーニングということでね、午前中にね、お伺いさせていただきまして、まずモーニングのお時間帯が9時から10時45分までモーニングを注文することができます。今回僕たち10時10分ぐらいにね、お伺いさせていただいたんですけども、平日やったってこともあって、お客様もね、もう数組ぐらいしかいなくて、あんだけ広い空間にもかかわらず贅沢にね、ゆっくりくつろぐことができました。
あとキッズスペースとかもあるからね、そうそうそう、お子様連れにもねおすすめしたいですよね。で今回僕たちはねモーニングをいただいたんですけども、モーニングもね4種類ぐらいあって、ドリンクホットドッグのタルタルフィッシュっていうのを選びました。でこちらパンがね2種類から選ぶことできまして、コッペパンとフランスパンから選択できます。僕はねフランスパンを選ばせていただきました。まず僕がね感じたのは、口元にねホットドッグを近づけた時にバジルの香りがねすごくね漂ってきて、あ、一手間加えられてておしゃれやっていうのをまずそこで感じます。その後にね大きい口開けてねホットドッグいただいたんですけども、まずフランスパン自体ね噛み切るのがしんどくなるぐらい硬いフランスパンではなくて、程よい硬さがあるフランスパンで、すごくその部分が食べやすいなと思います。でまたタルタルソースがねたっぷりかかった白身フライが入ってるんですけども、まずタルタルソース自体も濃すぎないので、このモーニングとしてねちょうどいいなと思いますし、この白身フライも油っこさっていうのは全然感じずに、レタスもねたっぷり入れてくれてるんで、味もしつこくなくめちゃくちゃ食べやすくて、もうコーヒーとも合ってね最高でしたね。ウォンちゃんはねあのホットドッグ、ソーセージの大きいやつ、はい、食べてましたけどね。はい、プレーンをいただきました。あれどうやった、ソーセージめっちゃ美味しかったね。ソーセージがね、うん、あのブースサワーあんまりないんですけどね、結構長めでね、うん、であとパリッとしててね美味しかったですね。パンはコッペパンにして、で結構柔らかくてね食べやすい感じでした。本当になんかオーソドックスな、その、はい、よくテレビとかでも出てくるようなイメージのホットドッグっていう感じがして、シンプルザベストみたいな感じがねしますよね。そうですね、うん、であとはまあレタスがねこうたくさん入ってたん で、うん、でサラダもついてたけど、結構朝からねこんだけお野菜取れるのはいいかなと思います。そう、こちらのサラダがねすごくこだわられてて、天理でね生産された野菜をね使われてるっていうところで、あ、そうやったんや、めっちゃシャキシャキやったもんね、うん、そう、もうほんまに新鮮さっていうのもねすごく伝わるようなサラダやったから、うん、めちゃくちゃ美味しいなって思いましたね。あとこちら小さなお子様とかいらっしゃる方にやっても、この、ね、ホットドッグね食べやすくて、っていうのもねこのマスタードを必要か必要じゃないかっていうのもね店員さんがね聞いてくださるので、そういった部分もねおすすめやな、親切やなって思いました。またドリンクの種類も豊富にありまして、僕はねこちらの店こだわりのアメリカーノっていうねコーヒーをいただいたんですけども、このコーヒーが飲みやすい、苦味がねそんなに強くなくて、だからって薄いとかじゃなくて、コクもしっかりと感じるし美味しさも感じるんで、コーヒーがねそんなに得意じゃない、ブラックがそんなに得意じゃないって方にとっても飲みやすいなって思います。もんちゃんね抹茶ラテの方いただいてましたけども、あの抹茶ラテもね、はい、色合いから美味しそうでしたね。はい、美味しかったですね。あのよく飲み慣れたような感じの抹茶ラテでした。あ、そうなんや。でこちらねランチもねすごくおすすめで、ビュッフェなんですよね。自分でねセルフでね取りに行くことができまして、でこちら実はねもんちゃんが昔友達とね一緒にねなんか食べに行ったっていうことも言ってて、そう、なんかおばんざいとかがあって、それこそなあの素材とかにはこだわられてるから、うん、栄養価も高く新鮮なもの、普段なかなか食べれないものとかもねいただけると思うし、あとなんかうどんとかハンバーグとかもね一品でねあったりもするんで、がっつり食べたいって方にとってもねおすすめやなと思いますね。はい、あと子供と一緒に行く場合とかもおすすめなんやろ。で小学生未満やったらねビュッフェがね無料なんですよ。すごいなそれ。で小学生であってもね結構あのリーズナブルな価格で提供してくださってるんで、うん、ファミリーで行くのにおすすめかなと思います。そうやな、うん、こういった食べ放題のところでここまでなんか素材にこだわられてるお店ってそんなにない気もするから、すごくねおすすめやなって思いますね。立地もねすごく良くてね、天理駅からもね徒歩1分で行けますし、あと駐車場はね天理駅前にね90分無料の駐車場があるので、しかもね90分超えてもそんなにね高くはないので、すごくねおすすめのねパーキングです。調査の結果ね素材にもすごくこだわられてて、めちゃくちゃ美味しいモーニングをいただけました。バリアフリーの設備なんかも整ってるんで、ファミリーなんかでもねとにかくおすすめだと思いますんでね、ぜひ行ってもらえたらなと思います。ビビーカーそのまま入れるもんな。そう、ということで今回こんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報と知りたいと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター、特にインスタの方もやっておりますので、フォローの方どしどしお待ちしております。本日のおんちゃんの一言。ビュッフェもめっちゃおすすめ。行きたいよ。次回のところでしましょう。バーイ。行きましょう。すぐ行こう。